事の始まりはアメリカリスポンス社。全世界が熱中するゲーム、エーペックスレジェンズが生まれたというニュースだった。以降、各地で爆発的な人気が観測され、収束の兆しを見せないまま時は流れる。いつしかエーペックスは日常に、ゲームは当たり前に。たくさんのプレイヤーがランクを上げることを求めて戦っている現在、混乱渦巻くエーペックスで、かつて誰もが渇望した一つの動画が脚光を浴びていた。エーペックス人口の増加に伴い、爆発的に増加したランクと感度沼の被害者たち。エイムアシストの抜本的改正に運営がもたつく間、勇気ある人々が YouTube の感度動画解説を上げ始めたのだ。ランクの上昇、感度沼からの救済、たちまち市民権を得た感度動画は再生数に押される形でマスター以上の義務になった。彼らは再生数に応じて与えられるんだ。 YouTube から収益を、人々から名声を。かっこいい。俺もいつか、本田さんみたいに、感度動画あげるんだ。そうね。ベンベンもいつか、ナンバーワン感度動画になれるかもね。本田さんはすごいんだよ。感度動画だけで5万再生もいっちゃうんだ。僕もいつか。僕もいつか。無理、ですな。入院した方がいいぐらい頭が悪い。本田さんはすごいんだよ。だって本田さんはね、僕も本田さんみたいになれるかな。ごめんねベンベン、ごめんね。違うんだお母さん、僕があの時言って欲しかったのは。ちくしょう、うわ、無理だ。僕に感度動画は無理。もう大丈夫だ少年。なぜかって、私が来た。本田さん、本物だ。待って、僕でも感度動画あげれますか。ああ。君は感度動画を上げれる。こうして僕は本田さんの元で修行を積み、ついに念願のマスターにたどり着いた。これは僕がマスターになってようやく上げる感動の感度動画だ。はい、ということでね、俺の感度を紹介していきます。もはや全配信主人公の8割が出してると言われている感度紹介動画。むしろ感度動画の方が無個性のまであるけど、まあやってきます。てなわけで、まずは数字言った後に結構特殊な感度になってるんで、この感度のメリットデメリットとか使い方を説明していきたいなと思います。はい、では俺の感度こんな感じになってまーす。で、スコープ設定はこんな感じ。で、視野角は110になっております。じゃあ早速メリットから。まずメリット。オールマイトです。何でも解決できる。この感度。まず苦手な距離がないんですね。リコイルも結構綺麗にできるし、ホライゾンのアビリティだったり、オクタンのジャンプパッドも結構綺麗に終える感度になってます。ベンベン感度強いよね。近距離、中距離、遠距離、隙がないと思うよ。でも、俺は負けないよ。では、お二人にインタビューをしました。まずは先手の佐藤慎也六段からご覧ください。豊島六段の印象はいかがですか？豊島？強いよね。序盤、中盤、終盤、隙がないと思うよ。だけど、俺は負けないよ。あとメリットもう一個。ピンチから結構修正が効きます。俺のプレイ知ってる人だったらわかると思うんだけど、俺、青山くんばりに大やらかし多いんよな。ここネタバレ注意なんだけど、青山くんばりに大やらかしやんねん。結構。ランクとかでも、普通にカジュアルでも。でも、この感度なら、後ろにこう、パッって立ち回りやかしても、すぐ合わせれるから、こういう風に。すぐ合うので、これで結構修正が効きます。テラコもパッてできるしね。うん、そんな感じ。青山くんばりの、青山くんも結局逆転したじゃん。そんな感じ。
青山くんばりの逆転ができる。というわけで、オールマイルト感度じゃなくて、青山くん感度となっております。次に、デメリット1点だけ。それは、腰打ちがマジで頑張ること。カノメイコの元カノ並みに頑張ります。はい。一応対策として、反応曲線はそこそこ高めにしてあるんだけれども、まあ、基本期待しない方がいい。うん。マジでガバマン。だから基本的にはこれぐらいの距離で戦いましょう。では最後に使い方。2点紹介します。まず、近距離でもなるべく覗く。ぶっちゃけこの距離でこうやって撃つよりも、この感度だったら、こうやった方がいい。絶対に、ショットガンでも一緒。ショットガンも結構みんな腰打ちでピーキー打ってたりすると思うんだけど、しっかり覗いて、こうやった方がこの感度だったら全然当たる。ただ、近距離で覗くと全然キャラコンができないから、そこはしっかりね、遮蔽とか使って、こんな感じで、近距離でも少しでも遮蔽使って戦うようにしましょう。あと二つ目。で、マジでミリ勝負になった時に、振り向きの差で勝てる。まあ、あんま使うとこないんだけど、例えばこうやって打ち合ってて、ミリ勝負になったと。お互いミリだってなった時に、これで勝てます。はい。これで、相手の視野から外れて、最初に一発当てれます。ただその一発をがわったら、もう、平地の打ち合いになるんで、ここは頑張ってください。基本的にはなんかまあ、上手い人はやらないプレイかなって思います。はい。ということで、以上。よかったらやってみてね。ベンベンでした。おっぱい。3